どうも、ゴエモン三択でございます。今日はですね、こちらダナーのシャドウウッドというモデルのご紹介をしていきたいなというふうに思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。今日はですね、こちらこだわり酒場レモンサワーを飲みながらゆっくりねご紹介をしていきたいなというふうに思います。ではまず開けます。いただきます。はい、レモンサワーいいですね。7度、アルコール度数7度、スピリッツ最高です。はい、ではですね、まずこちら、ダナーのシャドウウッドというモデルのご紹介をする前にですね、まあ、これ購入経緯なんですけども、実はねこちらの、ブーツなんですけども、2020年に入ってから今購入して2週間ぐらい経ってますが、実はですね、たまたまですね、1月2日ぐらいに ABC マートに行ったらですね、こちらのダナーのシャドウウッドというモデルが2万2、3000円ぐらいのモデルなんですけども、こちらが少しねセールになってて1万9000円台ぐらいで購入できる金額になってたので、思わず衝動買いをしてしまいました。私2歳の息子がいるんですけども、まあ、そのね2歳の息子のスニーカーをね実は買いに行こうということでABC マートに行ったわけなんですけども、まあ、あの息子のスニーカーは買ったんですが、私もこちら購入してしまいました。ということで今日はねこちらのシャドウウッドというモデルをご紹介していきたいなというふうに思います。はい、それではですね、少しねアングルを変えてこちらのダナーのシャドウウッドというモデルをご紹介していきたいなというふうに思います。で、商品紹介の前に少しねダナーというブランドのご紹介をしていきたいなというふうに思います。ダナーとはですね、1932年にスタートしたアメリカオレゴン州のブーツメーカーになります。当初は安価なブーツの製造メーカーということでスタートをしたわけでございますが、1979年に、まあ、当時としてはね画期的な、ゴアテックスという素材を使ったブーツを開発します。まあ、こちらはねゴアテックスではないんですが、ゴアテックスを採用したブーツを、作り始めます。まあ、そうしたことで防水性がねすごく高いマウンテンブーツということで、山登りされている方の、まあ、ハードユースとしてすごくね人気を博します。世界中にも、まあ、ダナーのマウンテンブーツという名前は知れ渡るというような形になっております。ただですね、2012年にはですね、アメリカのダナー本体が ABC マートに買収されます。で、それ以降はですね、ABC マートの傘下にダナーがあるというような形になっておりまして、今回のこのね、シャドウウッドというモデルもおそらくね、ABC マートのオリジナル、まあ、要はダナーの昔からあるダナーのダナライトとか、そういったラインとは少しねちょっと違った ABC マートのオリジナルのダナーブーツというような形なのかなというふうに思います。一応ねメイドインジャパンということでございます。ですね、早速こちらのね商品紹介していきたいなというふうに思います。こちらねローカットということで、ダナーライトとかはねハイカットモデルですごくね脱ぎ履きが大変なんですよね。このね靴紐をほどいて結んでっていう作業を片足ずつやる作業が必要でございます。こちらに関してはローカットのモデルになっているので脱ぎ履きがすごく簡単でございます。で、実際私はこのね一回紐を結んでおいて少しちょっと余裕も出しておいて、シューホーンを使ってもうスポッとね足を入れ込んで履いております。というのもですね、まあ、私ね2歳の子供がおりまして、まあ、抱っこしながら靴の脱ぎ履きとかっていうケースもねすごく多いと
ということで、実際ねこちらの靴履くときはいつもねシューホーンを使って、もうこの靴の紐はほどかずにもうスポッとね足を入れ込んでおります。すごくね楽に履けるので、子供がいるパパママでマウンテンブーツが欲しい方にはこちらねもってこいのブーツかなというふうに思います。あとねデザインも結構かっこいいんですよね。一応ね本革のレザーとコーデュラナイロンが使われておりまして、ツートーンのカラーリングが結構ねかっこいいかなというふうに思います。ではですね、商品紹介なんですけども、まずね今申した通りカラーはこちらね、今私が購入したのはブラックカーキというモデルになります。カラーに関してはこちらのねブラックカーキと、あとね、ブラウンカーキ、あとダークブラウンカーキ、この3種類の展開がございます。ソールに関してはですね、まあ、ちょっとねもう今履いてるので、少し汚れておりますが、ダナーのオリジナルの、アウトソールになっておりまして、重量もかなりね軽いブーツになっております。でアッパーの部分に関しては、厚みのあるレザーが使われております。フルグレインレザーという本革と、あとねコーデュラナイロンというような素材になっております。で足を入れて、少しね歩いてみたら分かると思うんですが、すごくね足並みのいいというか、歩きやすいブーツになっております。でインソールなんですけども、こんな形でですね、黒のインソールが入っております。2週間ぐらい入っているので少し毛玉はありますが、こういったね黒のダナーのインソールが入っております。インソールを取ると白のこういったね、靴底が見えます。でこのねインソールに関しても結構ねクッション性が良くて履き心地もいいので、すごくね歩きやすいブーツかなというふうには思います。いかがでしょうか。ね、ブーツの底も、3センチぐらいあるのかな、結構ね、履いてると身長も高くなるのかなというふうに思います。で価格なんですけども、やっぱりねダナーライトとかだと5万ぐらいするじゃないですか。で価格に関しては ABC マートで 19,580 円でした。本革で、ダナーで、で2万円を切る金額ということで、お買い得感があるブーツかなというふうに思います。実際ねすごく歩きやすいんで、もう今ねガンガン履いて、おりますが、後ろはですねこういった風にダナーというふうに刻印がなされております。ダナーシンス1932というふうに書かれております。両足ともねこういった刻印がございます。靴紐に関してなんですけども、私靴紐ほとんどほどいておりませんが、結構ねナイロンっぽい素材で、しっかりねしております。サイズ感なんですけども、私ねレッドウィングに関してはだいたいね8ハーフもしくは9購入しております。こちらのダナに関しても同じくですね 26.5cm 8ハーフを購入しました。通常私はですねスニーカーでいきますと、コンバースは 27cm、 ニューバランス 27cm、 ナイキだと 28cm ぐらいのサイズ感をいつもね購入をしております。すごくね履きやすくて、若干 0.5cm ぐらい大きめかなという印象もあるんですけども、靴下とかね少しね冬とか分厚い靴下履くと全然ちょうどいいサイズ感になります。ということでいかがでしょうか。すごくね気に入ってね、もうほんと今ガシガシガンガン履いてね、先の部分のレザーとかもねもっともうなんか傷とかあと汚れとかねつけたいぐらいのブーツかなと、もうガンガンガシガシ履いて早くね自分色に育てていきたいなと、この辺のねシワとかもねガンガンつけて、いきたいなという感じで、今ねこちらヘビロテで履いております。仕事の時はねレッドウィングのポストマンとかリーガル履いてまして、プライベート、仕事から帰ってきてコンビニ行く時とかでもこれをねこのダナーのシャドウと今履いてるような感じでございます。ということで今日はですね ABC マートで衝動買いしてしまいました、ダナーのシャドウウッドというモデルをご紹介させていただきました。それではですね、こちらのダナーシャドウウッドを実際にね着用した動画も撮っておりますので、そちらご覧いただければなというふうに思います。You're keeping me on. Yeah, I'm striving. Stuck in a song. You can't turn off. Like a merry-go-round.Cause in my mind we're smiling on the dance floor. Late night skin.
いかがだったでしょうか。今回はですね、こちらダナーのシャドウウッドというモデルをご紹介させていただきました。ちっちゃい子供がいらっしゃるパパにはこちらのね、ダナーのシャドウウッド特にねおすすめでございますので、もしねマウンテンブーツ欲しい方いらっしゃいましたら、こちらのね、ブーツご検討いただいてもいいかなというふうに思います。ということでね、最後レモンサワー飲んで終わりたいなというふうに思います。はい、ということで今日はこちらダナーのシャドウウッドご紹介させていただきました。この動画気に入っていただきましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。もうすぐですね、私チャンネル登録なんと1000人ということでですね、パチ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 みたいな感じではございますが、今後もですね、ゆるーくこんな感じで動画撮っていきたいなというふうに思いますので、今後もご視聴よろしくお願いします。以上、ごえもん3択でした。